れから3年の月日が流れ、待ちに待った天下一武道会の日が訪れた。総勢182名の予選を勝ち抜き、本戦への出場を決めた悟空、クリリン、ヤムチャと無天老師扮するジャッキー・チュン。みんな順調に初戦を突破するも、ヤムチャが本大会初出場の天津飯なる選手に敗れてしまうという大波乱が起きた。なんと天津飯は亀仙人のライバル鶴仙人の弟子であった。準決勝第一試合、天津飯と当たったジャッキー・チュンは、彼を正しい道へと導くために自分の弟子に後を託し、自ら武舞台を降りるのであった。どうしてもあろう者が変装までしてこんな大会に出たのだ。なに、単純なことよ。我が弟子たちのためじゃ。天下一武道会なんぞで優勝してみ、調子好きよって向上心がめっきりうせおる。なるほど、これでわかったぞ。俺と戦って弟子の優勝がないと分かり、あんたは安心しわざと俺に負けたんだ。ただしあのまま戦っていても俺は勝ってない。それはちょっと違うな。優勝したくらいでダメになるような愚か者はおらんと分かったからだよ。もちろんお主も愚か者ではない。お前さんは悪人になりきりやせんようだし。そうでなきゃこんな理由を聞きにわざわざ来やせんよ。じゃあな。いいことを教えてやろう。俺はタオパイパイさんのような世界一の殺し屋を目指してるんだ。これだけはお主の言った通りかもしれん。確かにあのまま戦っておってもわしが負けておったじゃろうな。わしは客席から観戦する。良い試合を期待しておるぞ。ないのか、負けを認めやがった。では引き続き準
決勝第2試合を始めます。試合を行います選手はなんとどちらも神戦にノーデスさん、キョリリン選手対孫悟空選手です。勝っちゃうもんね。ファイト！はいよ、試合開始です。いそそか興奮してまいりました。よっ、どりゃよっ、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 例にも止まらぬ連続攻撃だ。おっと、よっと、どりゃはっと、あっはっ、やっ、どりゃはっと、あっよっ、やっ、ほいにはかなわないよ。次は決勝戦ですが、少し休憩を取った方がよろしいですか？ほらなら別にいいよ。そうですか。ではこのままでいてください。さあ皆様、決勝戦です。いよいよ天下一の武道家が決まります。果たして天下一の名誉と多額の賞金を手にするのは天心本選手でしょうか、はたまた孫悟空選手でしょうか。まさに今世紀最大の注目の試合です。22回を迎えました天下一武道会。世界各地より集まった達人182名、さらに予選を通過できた者たったの8名、そして決勝にまで残ったのはこの2名、天心飯選手と孫悟空選手であります。果たして世界の頂点に立つのはどっちか、いよいよその答えが明らかになります。悟空、あいつなんかに絶対負けるなよ。ヤツとなら少しは楽しい勝負ができそうだ。あ、無天老師様、よく見ておけ。こんな試合は二度と見られんかもしれん。はい、それではただいまより天下一武道会決勝試合を始めたいと思います。思いっきし行くかんな、覚悟しろよ。
少しは楽しませてくれよ。ファイト！これを打てる！このラウンドでは一体どのような戦いが展開されるのでしょうか。おっと、突然調子の落ちたサン選手、ついにダウンです。チャオス、お前の仕業か、さっきから。うん、術を解け。術を解くんだ、早く。俺はこんな勝ち方はしたくない。でもやめるんだ。手助けはいらない。実力で必ず勝ってみせる。俺はこの試合だけは思いっきり戦ってみたいんだ。ケンさん、どうやらまともにやり合っては、さすがの俺も分が悪いようだ。忠告しておく。ん？この技をまともに食らえば、さすがの貴様も間違いなく死ぬ。貴様は殺したくない、だから避けろ。いいな、避けるんだぞ。気候法。残った力の全部をかけるく。あーねー、あーねー、
派など俺には全く通用せんぞ。なんとカメハメハを推進力に利用して体当たりした。よし、これでオラが。うわ、孫選手ホーン。なんと走っていた自動車に先に当たってしまいました。展開値は天津飯選手に決定。オラ負けちまったのか。ではまた3年後にお会いしましょう。さようなら。しかし本当に惜しかったな。しょうがねえさ、負けは負けだ。本当に賞金の半分いらないのか。いらねえって。ほらどうせ金の付け方よくわかんねえもんな。しかしお前にはもらう権利がある。俺が勝てたのは運だ。実力では残念ながら負けていた。運も実力のうちじゃ。それに悟空もいろいろと勉強ができたわい。そういうこと。だが俺は、あ、いけねえ。じっちゃんのドラゴンボールとニューバー控室に忘れてきたのか。いいや、俺は取ってきてやるよ。すまね、サンキュー。ところでお主たち、これからどうするつもりじゃ。それはこれから。殺された。